今日も何もつかめなかった。ブレードチルドレンのことも清高さんのことも何も何一つわからないまま。ただいま。歩、帰ったわよ。歩、成美弟は今敗北のまま一人野に放たれ夜の街をさまよっているのか。いや、この感じ、清高さんがいなくなった時みたい。突然前触れもなく消えて。歩、何大きな声出してんだよ。あんた今何時だと思ってるの。子供が遊び歩いていい時間じゃないわよ。まだ9時だろ。今時小学生だって寝てないぞ。ああ、それと今日は友達のところに泊まるから飯は適当に食べといてくれ。朝もちゃんと一人で起きろよ。じゃあ。歩、明日はちゃんと帰ってくるんでしょ。まさかあんたまで清高さんみたいに消えたりしないわよね。当たり前だろ。俺は兄貴とは違うよ。兄貴とは全然違う。あんたおかしいわよ。どうしたの。どうもしないよ。じゃあおやすみ姉さん。歩、歩夢はかわいそうなくらい私と似ている。だが似ているだけで私と同じ人間には決してなれない。あいつは私の背中を見たまま朽ちてゆくのかもしれない。だがもし朽ちなければきっと私のたどり着けない場所に行けるだろう。まどか、あいつがその岐路に立ったら優しく手を差し伸べてやってくれ。逃げてよかったのか。あいつを置き去りにして逃げてよかったのか。なんで俺はこうなんだ。そこにいるのは自分を信じられない臆病な負け犬です。負けない強さよりも負けて立ち上がる強さの方が尊い時もある。朝飯だぞ。遅いです。私は VIP なんですよ。誰が VIP だ。ほらよ、ひよこちゃん。ひよのです。パンと牛乳。私、朝は和食と決めてるんです。卵とお味噌汁に豆腐に海苔のない朝食なんて非常識です。自分から人質になるようなバカに常識も非常識もあるかよ。バカとは何ですか。あの時私が捕まってあげなかったら、そっち側がかなり不利になってたんですよ。感謝してもらいたいところです。ジョーちゃん、あんた怖くないのか。俺もリオも人一人消すぐらい簡単な人間だ。ジョーちゃんの切り札のあのテープが警察に流れれば俺もリオもただじゃ済まないだろうが、雲隠れする準備は十分ある。今ここで嬢ちゃんを消してもいいんだぜ。でもできることなら穏便に済ませたいでしょ。リオさんはあの通り重傷ですし、それにあなたたちはまだナルミさんに何かを期待しています。ということは今すぐには私は消されません。ナルミさんとリオさんの再戦が終わるまで私は安全です。はい。なんてやつ。それよりナルミさんの行方はつかめたんですか？まだ見つからねえよ。あんたたちの情報網は大したことないんだな。手近にこんな軟禁場所を確保できるのはある程度資金がある証拠だし、組織力もあると考えられる。だが人員は不足しているらしい。なんちゃってナルミさん風に推理してみました。ここにいるといろいろと考えてしまうんですよ。記憶を失ったままの人、あなたたちを抹殺しようとする人や脅迫のネタにする人、そしてやけに情報を知っていた先生。混乱しています。私にはあなたたちがこの状況の主導権を全く握っていないように思えるんです。物事はあなたたちの知らないところで動き、その被害が自分たちに及ぶ前にどうにか対処している。本当は嵐の中の小舟なんじゃありませんか？なるみさんも状況に翻弄されてますけど、負けないくらいあなたたちもひどいところにいるんじゃありません？朝月さん、一体ブレードチルドレンって何なんですか？長生きしたかったら黙ってな。元気そうだな。あ、アイズくん。昨夜朝月の話を聞いて心配になった。成美弟ほどではないが、お前も沈んでいるのではないかと。どうして私がへこむの？あの弟さんに膝をつかせたんだよ。だが日野という娘に負けた。負けたなんて思ってないもん。ほんのちょっと悔しいだけだもん。お前の思惑通りの結末にならなかったからか？それもある。でも本当のところはそうじゃない。弟さんは自分を信じなきゃいけないけど、同じくらい私たちも弟さんを信じてあげなきゃいけないのかもしれない。信じる。あの軟弱で後ろ向きな弟を。ねえ朝月さん、あなたたちは何と戦ってるんですか？ひょっとしてその戦いに勝つためには成美さんが必要なんじゃありません？それも今の成美さんじゃなくて、もっと強く成長した成美歩という人が。私たちを救えるのは弟さんだけなんだよ。清高が言っているだけだ。俺たちの希望は最初からどこにもないのかもしれない。アイズくんは怖いの。裏切られるのが、自分の信じていたものが壊れてしまうのが。もしそうならこれ以上傷つかないように信じることをやめた弟さんと同じだよ。俺は必死に戦うなんて面倒なことはしねえよ。それにあの野郎はそんなに勝っちゃいないさ。俺は救われなくたっていい。俺は自分の意志で殺人を犯し、自分の意志で罪人になったんだ。許されようとは思わない。贖いの時はちゃんと前を向いて迎えてやるよ。私、あなたたちのことはよくわかりませんけど、運命と戦わなきゃ幸福にはなれないと思います。間違いなく負けると分かった戦いなんか誰がするかよ。くだらねえ、ほんとくだらねえ。弟さんは自分を信じられなかったから膝を折ることになった。そして日与野さんは弟さんを信じたから私の上を行った。改めて思い知らされたんだ。信じる者だけがいつも幸福なんだって。リオ、もう一度成美弟と戦うのか。どうなるのかな。弟さんが再起できるかわからないし、どんな戦いができるかわからないから。でも向かってくるなら全力で迎え撃つ。今度は刺し違えるつもりで私も戦う。悲しいことだけど運命を変えるにはそうするしかないんだから。リオ、呪われてはいても俺たちは仲間だ。死なせたくはない。自分を大事にしろ。アイズくん、ありがとうメロン。たとえ魂を焦がす贖いの時が来るとしても。捜査は全く進展していません。教師殺害、爆弾事件、どちらも動機ははっきりしません。両事件の関連を調べていますが、これといった接点はなし。ただ2つの事件に相変わらず警部補の弟さんが関わっているのは確かですね。そう、歩は清高さんと同じ道をたどろうとしている。ブレードチルドレンの謎を追うと言って消えた清高さんと同じ道を。私の背中を見たまま朽ちてゆくのかもしれない。俺は兄貴とは違うよ。同じ道をたどりながらも清高さんの影に押しつぶされようとしているのかもしれない。俺は兄貴とは違うよ。だがもし朽ちなければきっと私のたどり着けない場所に行けるだろう。あいつがその岐路に立ったら。警部補、どちらへ。姉さん。歩くん、あんた一体どこにいるの。運命は変えられないよ。そうかしら。そういえばここで初めて会ったのよね、姉さん。覚えてる？あの日のこと。あんたは私にこう言ったわ。運命は変えられないって。初めて見るわ、あんたがそんな顔するの。いつもしょげてうつむいているのは私の方なのに。別にしょげてなんかいない。あんたは清高さんにそっくりよね。言ったじゃないか、俺は兄貴と違うって。いいえ、あんたは小さい時からずっと清高さんの姿を追いかけていて、それでいながらいつまでも追いつけずにいる自分に腹を立てているのよ。どうでもいいだろう、そんなこと。どうでもいいならそんな感情的にならないでしょ。それと人と話す時は目を見て話しなさい。叶わなくてもいいじゃないの。それで人生が終わるわけじゃないでしょ。姉さんは分かってない。俺は全部兄貴に奪われたんだ。勝たなきゃ取り戻せないんだ。勝たなきゃ俺の人生は。あのね、あんたがどんな時でも私はずっとそばにいる。負けたからって何もかもなくすわけじゃないわ。姉さんは分かってない。負けたら全部失うんだ。大事なものを守れないんだ。そう信じるならこんなとこでしょげてちゃダメでしょ。たまには泣いて帰ってきてもいいけどさ、ずっとそれじゃ勝てるものも勝てないでしょ。とにかく勝っても負けてもあんたがいないと私は困るのよ。うちの炊事洗濯はあんたにかかってるんだからね。分かった？清高さん、あいつはその岐路に立ったら優しく手を差し伸べてやってくれ。これでよかったかしら。雨か。えらく晴れてたのにな。ところにより雷雨だって。やだな、雷嫌いなのに。もうコウスケくん、この知恵のは全然外れないよ。簡単に外れたら意味ねえだろ。絶対外してやる。ったくガキみたいなやつ。ああ、もう全然外れないよ。おいおい、おい、雷くらいでそこまでビビんなよ、リオ。だってなるみ弟。女の子の部屋はノックの後に入るものですよ。雷で聞こえなかったんだろう。で、何のご用です？ずぶ濡れの負け犬さん。負け犬にも意地があってな。取引しようぜ。